金融と難しいですね。金融と税務ですわ、うん、これが経営のテクニック、うん、これで年間1億、年間売上で1億の売上で利益が3000万利益が取れる会社やったら税務をうまく活用するだけ年間1000万かかる。次はそ、まあ、これから授業するとねお金いりますよって話じゃない、はい、資金調達の話です、うん、で何を聞いたの。まあ先ほど副業の話、まあ、新しい授業を始めるにあたってねやっぱりお金やっぱりいりますわね、うん、でまずそのスタートとしてはちょっとでも資金をどっからか借りるなりして集める必要があるといった場合、まあ、物にもよるんですけども、まずステップとして、まあ、例えば国金とかね、うん、そういうところがまあ普通かなと思うんやけど国金が一番入りやすいなやっぱりですよね、うんうん、でまず国金ぐらいからまあ借りて400万ぐらいからですかね、うんうんうん、2000万ちょっとあれなんでね。なんで2000万突然出ます業態の人いるやろ、すぐ行けるのは4、500万でしょ。まあ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 そうやな個人の人がな、政策銀行が本当まだ相談乗ってくれるんで最初ね最初一緒の授業の最初は絶対政策銀行は、ねうん、まあまあね、お金を預からん銀行やから、うん、なるほど。そういう意味では一般の都銀であっても地銀であっても信用銀行であっても我々の資金や資産や預金とか土地不動産とのバーターっていうものみたいなものがやっぱあるわけですよ。駆け引きがどうしてもね、それがないわけ政策金融の場合は単純に貸すだけの銀行、うん、私も最初いろいろお世話になったんでね、うんまあ、そのあたりからやっていくというのが普通ですよね、うん、だからね、いやいや資金他にどういったことがあるかいやいやどういったことってやっぱり基本で初めてやるんだもんね。この見てる人の初めてよ、うん、これから授業やりましょうっていうフレッシュな人はもう政策金融行こうですよね、うん、もうそれはもうね、うん、お父さんお母さんからお金借りるとか、うん、そうそう友達からお金借りるとか大変やあとあとねそんなの覗いてよ、うん、基本的にはもう政策金融行こう4、500万ぐらいのレベルのところじゃなくて、うん、あと、ね、まあそれと借り入れと同じ分ぐらいのやっぱり自己資金を持っとかなかも、うん最低。なるほどね、うん、だから500万円融資受けようと思ったらまあ500じゃきつい1000万、うん、やっぱり1000万ぐらい持って500借りに行きましょうと、うん、まあそうやね、うん、500万持っとって500万借りに行くっていうのはちょっとなかなか今度しんどくなってくると思うんで、うん、やっぱり1000万ぐらいの自己資ね、うん、持っといじゃあまあでもこのね例えばサラリーマン世代でね、うん、1000万持って、うん500万借りる、うん、1000万持つというのはまあまあ大変なことですよね。何が自己資金1000万となんでやねんだからえ何が大変やの。いや1000万持ってやるの大変じゃないですか。1000万を貯金することが大変やの、はいはいはい、それ何歳の25、6歳、30歳ぐらい。30歳っていうことは就労何年働いてんの。まあ7、8年かな。7、8年かちょっと厳しいかな。ちょっと厳しいかな。だから35歳ぐらいになってくる。あ、35歳だね。うん、そこら辺になってくると思うよ。そうね、私25で結婚しましたからね。うん、だからその結婚の話だいぶ聞いたけど35歳ぐらいがやっぱり起業するっていうところへんの目安になってくるんやと思う。年齢的にもやっぱりだから、うん、やっぱ資金的にもやっぱ難しいな。30歳ぐらいって結構まだやっても世の中知らんのでいろんな意味合いででしょ。でもうケツに火がついてくる、うん、もう自分でやらなあかんなっていうのが35から40ぐらいのところへんやと思うわ。おそらく違うかな。そうやね、私も一応まあ27、8で、うん、
少し起業したいからね。で、まあ、あの、まあまあ政策金融高校にお話、相談しに行ってくださいよということですわ。で、あの、まあ、そこから先やはね、事業がこう、うまく回り出す、うん、やっていけたら政策金融高校っていうからはやっぱある程度離れていく、我々もやっぱどうしてもな、うん、でやっぱり、キャッシュの出し入れをするのに、うん、近所の銀行ね、近くの銀行、東都市、メガバンクでやっても、信用金庫とかね、信用金庫っていうより地銀を使ったらいいと思うんですよ。なるほど、はい。できるだけね、まだ事業の規模が小さいうちはやっぱりメガバンクにメインバンク置かない。そうそうそう、ね、三井住友 UFJ じゃなしにやっぱり地銀を使う。例えばここだったら、関西未来銀行とかね、ね、昔のアーバンですわ、とか和歌山の企業銀行とか奈良やったらなんととか、ね、いわゆるそういう地方銀行を使ってくださいよと、まあ、メガバンクに比べると、まあ、話は全然しやすいんで、うん、で当然これ見てるとね、まあ、お金の話になるんだけども、まあ、政策金融公庫から融資を受けましたと、で頑張って1年2年事業やってうまく軌道に乗り出しましたと、で、キャッシュの出し入れ出入金をその地方銀行でね、ご近所の地方銀行で取引してると、必ず地方銀行はその政策金融公庫の融資分を私のところに振り返ってくださいと必ず言ってくるわけよ、ね、例えば1000万、500万借りてましたと、その500万うちが出すんで、ね、もう税金を返してもうちょっと金利下げるんで、うちの使ってくれっていうふうになってくるわけですよ。それが企業の事業の成長ってことですわ。まあ、金利を下げる、金利を下げて銀行の信用は絶対銀行が借りてくれってくるわけですよ、ね、でそれがまあまあこれは中小ちっちゃい零細中小企業までの話なんで、ここまででいいんだけど、大きくなる企業がものすごく大きくなると、このメガバンクとそういう話ができるわけ。だから借りれるグロスの額もでかくなってでしょ。うん、で何本で、いやまあでもまあまあ借りれずにね、うん、どんどん行けたらええんやけどね。無理です。無理ですか。うん、ですか。了解です。全く銀行から借り入れなしでビジネスなんて成り立たんから、うん、そもそも、うん、まあいろいろキャッシュはね、いろいろ、うん、融通できたらいいよ、ね、今、うん、あの前も話したけど、うん、利息、ごめん、金利が低いんで、うん、ね、事業の運転資金とか設備投資なんで、うん、まあまあ会社の内容にやるぐらいだけど、低ければ 1% ぐらいで引けるんで今、うん、そうでしょ。場合によっちゃもうちょっと金利下げれるから、今特にね、貸したがってるしね。いやいや、そちょっと話まあごちゃごちゃになるけど、うん、それも違うのよ。違うんですか、うん、有料なとこに貸したいわけよ。わかる、はいはい、有料なとこはいらんのよ。もういらん、いらん、借りたいないと、ね、わかります、はいはいはい、ね、貸してくれ貸してくれ貸してくれって言うてるとこは有料じゃないとこやから、銀行さん、あいやいやいやってなるわ。このミスマッチですわ。だからこの銀行借り手側と貸主が、銀行と借り主のミスマッチは労働市場も一緒なんですよ今。会社からしたら雇いたい雇いたい、月給100万払っても雇いたいって思ってる人は来てくれないわけよ、ね、わかります、わかります、お前らがいらんわ、わかります、それは、はい、と思ってるやつはいっぱいおるわけですよ、あふれて。最初スタートするときにね、まあいきなり有料じゃないんですよ。有料じゃないな、うん、有料になっていくだけ、まあそういった形になるんですけども、うん、まあそこまで なってない、うん、言ったらまあしゃあないですよね、しゃあない。何がや、その利率なんかはね、言えないですよね。言えない。だからじゃあどうして有料、銀行から見ていい企業に、うん、いい会社にしていくか、売り上げ上げることなんですよ最初は、うん、利益じゃないのよ最初は、うん、最初はまず売り上げ上げることなんですよ、うん、売り上げをしっかり毎月作っていくってことなんですよ、うん、そこでは利益じゃないのよまだ、うん、ないんですか。まだ売り上げをしっかり作っていて、後から利益を考えていかないと、うん、まずは2年3年1年2年は売り上げをしっかり確保するってこと、うん、なるほど。そうでしょ。売り上げないところにあなた金、お金貸したいですか。お金の回ってないところですよ、売り上げないってことはね。そうでしょ、はい、その期その期によって売り上げのこれは波が出るところにあなたお金貸します。まあ確かに銀行言いますわね、うん、売り上げ上げてくださいと、うん、売り上げなんですよ、うん、で
利益率は後から何とでもなるんですよ。人権の調整してもいいし、いらんもん削っていってもええわけですよ。どうにでもなるんですよ。まず売り上げがなかったら何もできないんですよ。利益もクソもないんですよ、売り上げがなければ。はい、はい、ね、まあまあ、ぼちぼち、時間なんでねだ要は資金調達、まあそういった最初、まあ国金等で借りていって、徐々にそういう売り上げを伸ばしていって、より信頼を、その銀行からも信頼を得るようにすると、いうことですわね。とにかくね、だからこれから事業をやる人、はい、ね、これが今やってる、今会社員してる人、うん、その人たちが一番わからないことはやっぱりお金の部分、銀行さんです、うん、なぜ経営者一生懸命銀行と付き合ってるかっていうところなんですよ、うんうん、銀行の話しっかり聞くし、僕らも、うん、やっぱりね、3年ごとに戦っていくわけですよ、銀行中はもう、コロ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 、また新しいやつ、くるたんびにまた可愛がったらなあかんわけよ、銀行っていうのは、ね、付き合いしといてあげないと、ね、で銀行を裏切ったらダメ、はい、銀行は誠心誠意きっちりと付き合うと、ね、自分からもう1年に1回は、向こうから言われんでも、決算書できてますから、取りに来てくださいよと、写し取っときましたからと、はいはいって取りに来て、いややってくれてるなと思う。銀行さんとはしっかり付き合わないとやっぱりね、命綱なんて、やっぱり資金ってやっぱりどうしても回らない時も出てくるわけですよ。そうですね、まあね、銀行も今後ね、いろいろまあ変わってくるかも分かりませんけども、基本はそうですよね、うん、いや本業、それがいわゆる貸し出す、いわゆる預金者から預金を集めてね、それを貸し出す、利息をつけて貸し出す、これが銀行の本業ですわ、うん、そうでしょ、うん、この本業がもううまくいかないんよ今も。さっき言ったように借り手と貸し手のミスマッチが起きてるわけですよ。銀行だってリスク高いとこ貸したないんですよ。そうやね。ね、全くリスクのないところには貸したいけど、もうそういうとこお金いらんわけですよ別に。引っ張る必要もないんで。そうですね。だ金利は叩かれるしね。0.6 で持ってこいとか言われるわけですよ。そうでしょ。はい。銀行も大変なんよ、だから銀行みんな可愛がってあげてたから、特に地方銀行、信用金庫大変ですよね、今メガバンクほっといていいから、メガバンクはもう住宅ローンの利上げ率も、もう下げんとしゃあないし、え、率もね、下げんとしゃあないし、まあ俺は金利はもうとことん叩くよ、0.6 とかでいくから、住宅ローンより低いやろ、住宅ローン 0.775 とか 0.7 やからね、うち、うそれより低いから 0.6 で貸してくれと、それで借りたると、で言えるように事業を回さないと、うん、0.6 であなた借りなんてただと一緒よ、もうそりゃ銀行大変ですわそれいや大変でも借りてくれって向こうは言うんやから、いやそれは持たないね銀行も、え、銀行も持たない、いやだからその分、その分のバー、ここに言うたどこの銀行とは言うてんから言うやろけど、バーターがあるわけ、バーターって何ですかって言ったら投資買うてくれと、ね、0.6 でね、分かりました、もうちゃんと 0.6 で3000出すから投信を、ね、2000万買うてくれとか、これ必ず大丈夫な 5G の安定したファンドやんで、これ買うてくれと、あと投信ね、とあと何回も言ったけど、前も言ったけど、カード、クレジットカード作ってくれと、俺クレジットカード12枚ぐらいあるんだから、担当からごとにカードカードカード、これ年間費2、3万かかるわけですよ、これまた。それも付き合ってあげなあかんのよ、ね、カード12枚のおかげで 0.6 で引っ張るわけです使いもせえへんカードで、なるほど、わかりました、まあまあそういうね、でも本当にこういう、こういうことね、たまにおる、会社員の俺最近若い人とよくお話するんだけどね、会社員勤めの人、はい、お金のことばっかり言うてるとか言われるわけですよ、お金のことが軽いんだよって、でもね違うのよ、ここがなかったら事業そもそも成り立たんから、わかる？いや、わかる。一生懸命やればお金がついてくる、これは確かよ、事業を額に汗して仕事をすれば売り上げがついてくる、これは確かなんですよ、ただ運営っていうのは別の話なんで、会社を運営しようと思ったら利益を残し続けなかった、ね、利益を残そうと思ったらある程度税務もそうだし、さっき言った銀行のこれ金融の話も、テクニックがいるわけですよ、ある程度、なるほど、分かるでしょ、はい、だからお金のことをいつも考えてくださいよと、事業するならね、まあ事業イコールお金ですからねそうよ、それはよくいる、それを考えなかったら無理ですよ、よくおるんよ接骨院の先生、俺最近話した接骨院の先生ね、
とかあと美容師、うん、特に接骨院の先生、うん、ここ腕さえ良ければ大丈夫だと思ってる人まだおるよ、うん、それはそれでいいのよ、うんね、腕さえ良ければなんとかなる、ね、それはそれでいいだけど、うん、それじゃそれ以上伸びないのよ、うん、よいしょ。そこに言って前から話してるマーケティングもいるしブランディングもいるし、うん、まあ余震はそこまでできたとしても金融の知識がないと思うわ。そうでしょ。金融とかですね、金融と税務ですわ、うん、これが経営のテクニック、うん、これで年間1億、年間売上で1億の売上で利益が3000万利益が取れる会社やったら税務をうまく活用するだけ年間1000万があるから、うん、極端に言うと、まあ、1000万までいけば600、700万変わってくるんで、ね、だこれが10年経つと6000万、7000万だって。そうでしょ、はい、そこら辺もだから勉強してくださいよと、うん、じゃあ次でまたこう同じように勉強しようか。はい、はい、じゃあはい、お願いします。はい。